はい、よろしくお願いします。ひねついでございます。というわけで、テニスの練習ってやっぱ反復練習の繰り返しで面白くないなって感じたり、こう、煮詰まってきたりすることってあると思うんですよ。今日はテニスの練習、テニスコートの中で起こることの当たり前をちょっと逆転することで、ものすごく感覚を刺激されて、また弱点が分かって、いい練習メニューを作りながら上達できる、そういう方法をご紹介したいと思います。練習メニューの紹介をしてるんですけど、その練習において、こう、各アドバイスも入れていってますので、まあ、そのアドバイスを聞きながらですね、上達に活かせると思います。一緒に撮影を付き合ってくれたのは久しぶりのこれコラボ撮影で、ワールドテニス TV の辻健さんと動画を届きました。では、いつもとちょっと違った練習メニューを見ながら上達をしていきましょう。どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。というわけで、僕も久しぶりのね、コラボになりますけど、ワールドテニス TV の辻健さんです。よろしくお願いします。はい、皆さん、こんにちは、辻健です。よろしくお願いします。というわけで、今日は練習メニュー。はい、いろいろ紹介しながらいきたいと思います。で、普段練習考えるときっていうのはどちらかというと、あ、この選手のここをこうしたいからこういう練習をするっていう感じになると思うんですけど、今日はその、外側の部分ですね。僕もともとスクールでテニスコーチ結構長くやったんですけど、上達させたいアドバイスポイントから練習を考えるって、まあこの柱すごく大事なんですけど、今日はそこではなくて、まあ普通にボール出しで、そのボール出しのパターンであるとか、あ、こういう出し方ありますよとか、まあ、こういうところこういう風にすると、あ、それだけで練習メニューできちゃうやんみたいなところをね、何個かこうキーポイントバーっとこう並べながら紹介したいと思います。で、まあ、時間の限りストローク、ボレー、それからサーブスマッシュ、オーバーヘッドなんかも同じようなキーポイントをちょこちょこっといらうだけで、お、結構練習メニューいっぱい増えて、ほんならこれで結構上達できるやんみたいな感じのところね、やりたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。生徒役で付き合ってもらいます。はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあもう早速ね、行きたいと思います。まずはストローク編から行きます。普段練習っていうのは、できるだけ打ちやすいボールですね。ストレスなく打つボールを出すと思いますけど、ここの発想をまず変えてみます。打ちにくいボールを出します。で、打ちにくいボールはどういうボールかっていうと、選手の方に飛んでいかないボール、威力がないボール、まあ、死んだボールとかっていう表現するんですけど、あえてボールがもうものすごく上に上がって落ちてくるような、こう、勢いがないボールを出すことによって、練習を組み立てます。ちょっと出してみますね。じゃあ打ちやすいボールいきます。そのまま、まっすぐストレートに打ちましょう。はい、打ちやすいボール、はい、スーッとこうね、プレイヤーの方にスーッと入っていくボールです。じゃあ打ちにくいボールいきます。ネット、はい。でもね、これ皆さんなるんですね。今のは打ちにくいボール、まあな、威力がないですから。で、ここでアドバイスがいっぱい生まれるわけですね。例えば勢いをつけるためにどうすればいいのか、ちょっと下がるステップを入れて入っていきましょう。で、その時に踏み込み足、左足から踏み込むのか、ね、オープンスタンスでもってドンと両足で入っていって打っていくのかっていうところで入り方のアドバイスできますし、あとラケットワークもできるだけこう飛んできたボールに対してしっかりと後ろから前にスイートスポットが動く部分を作っていかないとコントロールが難しい。こっちのボールがスッと打ちやすく入ってきたら、面を合わせるだけでスッとこう変えてくれます。でもボールが勢いがないので、距離を取った体重移動、あとラケットワークも後ろからしっかりと当てていくっていうアドバイスがここで生まれます。もう一回、打ちにくいボールよいしょ。もうちょっとね、距離取ってもいいと思います。じゃあ距離取って踏み込んで左足前で打ってみましょう。ナイスショー、音が良くなりましたよね。で、今度距離取って入るときにドン、セミオープンスタンスで入ってみましょう。はい、いいですね。ああいう感じで出すボールによって練習メニューというのが作れます。はい、どんどんいきますね。次は普通にボールを入れる、この前提をね、ポンと取ってしまいます。そうすることで練習メニューが作れます。まずネットって越さなきゃいけない、ここを取ります。思いっきり地面に向かってボンと打ちつけてください、ボールを。はい、いきますよ。はい、こういう感じ。じゃあ次、バックフェンスまで飛ばしてください。思いっきりまっすぐ、はい、できるだけボールが山なりになるイメージじゃなくて、地面と平行に飛んでいくイメージでバックフェンスまで、これでも当てれたらすごいです。いきます。
結構難しいでしょ。で今度サイド、まあ、今シングルスの練習をしているとしましょう。なんでシングルスのサイドラインを気にせずに思いっきり角度をつけて打ってみてください。これは逆クロスにうまくボールをこう引っ掛けずに流していくような練習のイメージです、うん、サイドアウト、右にサイドアウト、もっともっともっとオーバーに、結構ねこれ難しいんですよ。どうしても巻いてしまうでしょ。だから逆クロスに打つような感じで外にこう逃がしてあげる、はい、サイドアウトする。今度あっちもできます。ショートクロスの練習でこっちのサイドアウトもできます。ちょっと今はやらないですけど、そういう感じでラインをなくしてあげることによっていい練習を作れます。じゃあまずちょっと説明すると、下に打ちつけるっていうのは、まあ、これもいろんなアドバイスができるんですけど、当たりが薄い選手ですね、どうしてもこうカシュ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 こう回転がかかりすぎる選手に対して厚い当たりを覚えさせたい時なんかに使ってあげると、バーンとこう強く圧がかかる当て方、それからそういう選手ってどうしても下からラケットが出てくるんで、それに対して、まあ、本当は上から行くとネットしますけど、下から出すぎるのをできるだけレベルスイングに近づけるためにやったりします。でフットワークもそこでフロントホップって言って、ドンと左足で蹴って左足で着地みたいなのを付け加えてあげると、そうですね、ちょっとやってみましょう。そうです、もうちょっと早く、もうちょっと早めにドンですね、左足が上から下に落ちる着地の時にインパクトぐらいにすると、そうです、圧が強くなります。そうですね、じゃあ今の感じでそのままフロントホップ、左足でまっすぐ打ってみましょう。はい、ああいう感じとか。じゃあ今度はバックフェンスまで飛ばした練習ですね。これに関してはもうまっすぐそのままできるだけ強い圧を生み出して飛ばすっていうイメージですので、バックフェンスまで、まあ、飛ばすだけで多分ね、すごくいい練習になります。まあ、なぜかというと、さっき全然届いてなかったですよね。ほぼナイスショットぐらいの感じだったんですけど、まあ、ほぼね、でも皆さんああいう感じになります。もう飛ばすのすごく難しいので、できるだけこの足で生み出した出力を地面と平行に飛ばすことによって、まっすぐ作り出す。今の選手は特にグリップ厚くて、こう回転をかける、ほっといても回転がかかる打ち方になっているので、まっすぐ飛ばしてアウトさせる、ここをしっかりとやることによって熱い当たりを生み出せます。で回転かけるのはもともと得意だし、ほっといてもかかるので、少々ああいう練習をしたからといってすごく調子が崩れることもないですので、これも結構ねおすすめです。フェンスまで飛ばす、目上向けましたね。これはね注意した方がいいです。目上向けると良くないので、目はこうできるだけ抑えた状態で飛ばす。ナイスショットですよね。あ、でもね、ああいう感じになります。あれが狙いなんで、あれで OK です。はい、で、まあ、サイドアウト、逆クロスのサイドアウトなんかは、もう同じ感じ、あれも横に横にね、こう手首の角度を開いていく、練習です。ついつい、このコートっていう枠があると、その中だけでやってしまうんですけど、思いっきりアウトすることによって、これ、まあ、逆クロスを打つときに必要な、ちょっとこう、振り遅れた感覚みたいなところをね、作り出すことができるので、それもね、試してみてください。はい、でどんどんいきます。じゃあ今度はさっきはねネットとかがないことにしましたけど、フットワークの時に実際にはない動き、これを入れてあげることによってすごくこれもいい練習になります。この辺からあえて後ろに下がってボールを打ちます。実際の試合ではないと思うんですね。実際の試合だとここからだと思うんですよ。ここから相手のボールが深いから、下がって返さなあかんっていうことはあると思うんですけど、まずここに立って構えるっていうことってないと思うんですね、実際は。でこっからあえてベースラインまで下がって打ってみます。結構前ですね、いきますね。ああいう感じになります。まあ、距離が近くなったりとか、あとはボールに体重がうまく伝えられなくなったりとかします。でこれ実はすごい負荷が高いです。連続してやると
まあ、これはスペインドリルなんですけど、連続してやるとすごい疲れると思います。まあ、下がった状態から地面を蹴って出力を前に出すっていうところ、ここがすごくパワーがいるし、まあ、パワーがいって疲れるということは、ざっくり言うと効率的な体の使い方を覚えやすい、で疲れんように しようとしますから人間は。なので、まあ、ちょっと下がって、早めに下がって距離をしっかり取った状態から、この右足の蹴りをボールにしっかり伝えられるようにやってみましょう。じゃあ5球、じゃあ線引いておくんで、ここにラケットか足でタッチしましょうか、毎回。はい、はい、よし、はいはい、前前前、そうですね、そうですね、しょ、体重をボールに詰まってます、詰まってる詰まってる、右足決めて、ナイスショ、もう一本、ナイス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 、これまああの15年前のスペインだったら60球ぐらいです、これ朝から。もうワンパターンぐらいいきましょうか。ちょっとこの楽しいやつ、ベースラインでいいです。あえて、後ろ向いておきましょう、後ろ後ろ、はい、でそこからはいって言ってボール出すので、くるって回ってボールを打ちます。要するにボールが出るタイミングが分かるけど、どこにあるか分からない状態で、まあ、見つけて正確に打ちましょうみたいな、これ結構楽しみながらできる練習です。いきます、はい、OK、 もう一回、これですね、回るときにこの状態から一応ポンといきましょうか、スプリットステップの着地で、できればジュニア選手とかだとこの着地がもうそのまま綺麗なパワーポジションになってるみたいなところにするといいと思います。いきます、はい、ね、近いってなりますよね。これも遊びの練習のようで、結構ですね、自分が、まあ、例えば 上級の人とラリーをするとき、うまいなと思っている人とラリーをするときって、今みたいな状況って結構なるんですよね。多いでしょ、こうとっさにこうおーみたいな感じになる。あとは試合で最後疲れてきて、もうお互いマックスを出し合っているときっていうのは、意外とああいう状況になるんですよ。なので遊びの中でああいう感じの状況がある、それでもしっかりと足を合わせて打つ練習みたいな。いきます、もう一回くるっと回ってくださいね、はい、ナイスショー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 。あれ、まあ上級者になると、もっと回転を、ね、270度回転してもいいですし、360度でも面白いですし、まあいろいろ負荷は変えれます。